はい。ポンちゃん。ポンちゃん。はい。はい、おはよう。はい、ポンちゃん、おはよう。うん、もうちょっとこっちに近づいてくれると撫でられるんだけどな。よいしょ。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、どうした？あんまり日が当たらないんだね。今日は曇りだからね。もっと太陽を。ゼン君もおはよう。今日はですね、気温がそんなに高くないということで、窓をちょっと開けて網戸にしてですね、風を通しているんですが、そうすると猫たちはこんな感じなんですね。なんだこの集まり方は。そしてこの雑然とした感じ、ね、ごめん、クッションとかこの辺置いてるんだけど、人間の体感としてはちょっと湿度が高いので、そうね、ちょっとじわーっと、汗をかく感じかな。もう少し風が通ってくれるといいんだけどね。扇風機でも回そうかね。だったね。ちょっと小さめのファンを回してですね、この人たちが快適になるように。よいしょ。ひょっとしてこのぐらいの湿度とか気温が猫にはちょうどいいのかな？ねえ。エアコンがなくてここでまったりできるっていうことかもしれないですね。普段は、エアコン効かせていると隣のすごい暑い部屋ね、こちらの方に行ってしまうんですが、ちょうどよかったか。ちょっと人間には蒸し暑いかもしれん。湿気がやっぱり、ちょっと辛いのでエアコンに切り替えたところですね。ジャン君はこんなところに。はい、テーブルの下ですねに、いつもの場所といえばいつもの場所ですね、入りました。多分そのうち涼しくなったら、あの奥のキャリーに入るのかな。キャリー、ポンちゃんいるのかな。どうだろう。ヤオくん、なんか今なあなあ言っていた人。なあなあ言ってた。うん、言ってたね。ひょっとしてこれ。じゃがじゃがじゃん。そんなすごいのあげちゃう。だって集まってなあなあ言っているんだからね。これはなんかもらわなきゃね。なんか二人で見てる。はい、どうぞ。お皿を持ってこなきゃ。手であげちゃダメなの。
けてあげる、なんかお皿にいつも入れてね。落ちちゃうのか。開けていましたが。うん。そう、今ちょっとおやつをポリポリ食べていたら、まずジャン君が、うん、なんかくれるなーって来て、その声で、ポンちゃんが。はい。おいちい。そしてそれをずっと我慢して待っていくポンちゃん。はい、ポンちゃん、ポン、切れない。ポンちゃん。はい。はい、ポンちゃん。上手に切れないよ。よいしょ。はい。おいしいね。はい、ポンちゃんもあげるよ。あ、長く取れた。でかいの。でかい、でかい。でかい、でかい。おいしい、おいしい。でかいの。やった、やった。その、先にちょっと落ちたからね、ポンちゃん。気がついてね。食べてね。ポンちゃん、落ちてる、落ちてる。もうちょい先、もうちょい先、もうちょい先。お、ちょっとだったのに。あと1センチなのに。あとで気づくよね。りょうくんさ、吐かないでね。ああ食べ過ぎ注意。うん、すごく早いので食べるのが。うん、はい、ポンちゃん。はい、見上げてなあなあ言ったらこれが出るって覚えました。おいしい、おいしい。あ、でした。にゃーでした、でした。はいはい、つい今目が覚めたのね。はいはい、目が覚めたらなんかアピールするのね。起きたーって言ったな。はい、うん、目が覚めたらお水飲んで、お水飲んだ後に雄たけびをうにゃーうにゃーって言いながら、ポンちゃん降りてきた。うん、ねえポンちゃん。ポンちゃん起きた。目が覚めた報告は聞きました。あとは何すんの、遊ぶの。起きた、起きた。お母さんね、へいへい、しっぽふるふる、ふるふるふる。かわいいポンちゃん。アピールしたな。はい、じゃあアピールしたな。いい子だね。もう夜遅くなってきてるからね。うん、はいはい。入ってこられないの、ポンちゃん。あ、細いかな。でも自分で出たのか。ポンちゃん自分で出たのかな。よいしょ。ひょっとして締め出した。俺トイレ行ったかな。行ったかな。はい、どうぞ。あー来たー、やっぱりか。そして2人で仲良く。はいはい、よく締め出されるね。でもあれはね、確実に入ってこられるね、幅なんですよ。あれだったら大丈夫なんじゃないの。でもね、もうちょっと太くてもね、結構泣くんですよ。はいはい、ジャン君は挟まれる。ポンちゃんは、ポンちゃんは、はい、ポンちゃんこっちへ。ポンちゃんは開けてほしいんだよね、ポンちゃん。開けて、開けて、私がいるのよ、開けてって言ってるのね。ね、ポンちゃん。かまってちゃんだね。うちのかまって1号とかまって2号でございます。ちょっと別のやり方のかまってちゃんなのね。うん、ポンちゃんも早く自分から来るようになってほしいな。外で呼ぶのはちょっとずるい。でもさ、自分で言った後に開けてもらえたりとか、うん、なんか来てもらえたりとかすると慣れていくんだよね。そうそう、なんか嬉しそうに、うん、なんかスリスリしたり甘えるんだよね、ポンちゃん。ぐしゅ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 。ポンちゃんって面白い。はい、今日もさっき遅い時間になってきたって言ったでしょ。もう寝るよ。